はい、以上です。本日は6月4日、6と4ということで虫の日なんて呼ばれてるみたいなんですけれども、本日あげる動画に関しましては生きている虫っていうのはちょっと出てこないです。ただこの虫の日にちなんで、皆さんにもね、今一度よーく考えて動画を見てほしいなと思います。では早速ですが動画の方を見てもらいましょう。ではどうぞ。はい、ということでこちら今見てもらってる映像、ところどころね土の色がおかしいの分かると思いますが、これ全部産卵セットとか飼育されていたハイマットのゴミであります。実際にね見つけてしまうとね、なんやこれっていうね感じでした。もちろんゼリーの空カップとかもね捨てられてたり、もう種植えにしたね個体それ自体が捨ててあったりとかね、もう死んでますけどね、うん、もう適切な処理をしっかりしましょうってことですよね。本当にね思ってる以上の量で、まあこんな感じでもありますし、もちろん産卵木もね綺麗に捨ててあったりするんですよ。もう何があってももうおかしくないんです、この土地下手したら。うん、こちらに関しては大型のカブトムシの糞とかね、もうね、なんて言っていいか分かんないです。はい、ということで映像を見てもらいましたが、気持ちのいいもんじゃないですよね、うん、僕もどういう気持ちをねこう表現したら皆さんに伝わるかなって考えるんですけど、正直言葉見つからないです。表現がしにくい、うん、言葉詰まるんですよね、それ考えると。今も撮影したのは昨日なんですけど、やっぱりその見てた時の感情わかんないです。今も表現しづらい。それぐらいなんかこうガッとねモチベーションが下がったりグッとくるもんがあったりします。うん、自分たちがブリーディングとかね虫を楽しく飼育していけるようにね、これからずっとね規制かからないようにねしていこうと思うと、やっぱり目を背けてはいけない問題かなと思います。ってことでね、今回はちょっとあまり楽しい動画ではなかったですけど、あえてこの6月4日、まあ、いわゆる虫の日っていうね日にこういう動画上げさせてもらいました。今一度もう一度皆さん考えてみましょう。産卵セットの捨て方、そして放虫のこと、うん、放虫は下手したら飼育禁止、輸入禁止、売買禁止つながります、間違いなく、うん、アクア業界、爬虫類業界そういう動きは全然ありましたし、現に今も動いている案件もあります。なのでそこは注意した方がいいと思います。上の法を決めるねお依頼さんとかはこの種類だけなんて決め方は絶対してこないです。一気に行きます。属ごとなのか全種なのかわからないです。冬越しできないのも一気に行くんで、それはね熱帯魚とかでも確認されてますから、やられてるんで、実際大型魚でやられるときは覚悟しましょうってことです。そんな甘くないですよ。僕もアクアで好きやった魚がもう二度と買えなくなったんで、うん、全種行かれてるんでね、冬越しできない種類も行かれてるんで、属っていうかもうこの種って言われたらねそうなっちゃうんで、まあ、それだけは言ってきます。放虫問題僕は正直甘く見てました。ただあれを目にするとそれどころじゃない。なので皆さんももう一度しっかり考えてほしいなと思います。ということで今回の動画は終わります。まあ、評価に関しては今回もう、うん、何でもいいです、もう求めないです、特に、うん、なのでまあ皆さんでよく考えましょうっていう動画でした。ではまた。